15年続いた行事も今年が最後となりました。白石町の中学生が地元の特産品スイートコーンの収穫を体験しました。収穫を体験したのは白石町の福富中学校の1年生24人です。この体験は地元特産のスイートコーンに親しんでもらおうと、トウモロコシ農家溝上光一さんの畑で1年生を対象に15年間続いています。生徒たちは身長ほどに育ったトウモロコシの畑に分け入って一本一本丁寧にもぎ取っています。意外と大きかったからびっくりしました。重かったです。なんかゆで鶏だけじゃなくていろんな料理に使ってみたいです。白や黄色など一粒一粒に色の違いがあるのが美味しいトウモロコシの証とか、生徒たちはゆでたトウモロコシを美味しそうに頬張っていました。どうですか？甘くて美味しいです。15年間続いてきた体験会ですが、福富中学校は生徒数の減少に伴い来年4月に再編されるため今回が最後です。今年で福富中の歴史は終わりますが、毎年私たち生徒が水上さんから教えていただいたことを忘れずに、そして引き継ぎ伝えていきたいと思います。やりたい気持ちはありますけれども、やはりそれなりの成果でもって一つの区切りかなということで思って、福富にはこういった特産物があるんだということもですね、我がふるさと自慢といいますか、そういったこともですね、十分子どもたちはしておいてほしいなと思っております。